緩やかな月のリズム。急がないで、慌てないで、焦らないで、月明かりの中で事の葉を紡む。ここは音楽のスピリットとピースマインドを伝える光のカフェ。ウォンとはるかのムーントークカフェ。こんばんは、月からのピアニストウォン・ウィンさんです。こんばんは、月からの語り部武田はるかです。今日はですね、はい、特別な日になりました。8月25日金曜日。はい、そんなことじゃなくてなんと特別ゲストを今日はお呼びしました。なんと嫌だな武田遥さんの、なんて言うんでしょう、旦那様でいいよね。はい、うん、あの武田光孝さんとエイト君を登場していただきました。こんばんは。こんばんは、光孝さん。はい、すいません、今日なんか突然あのこんな形でお呼び立てしちゃって。はい、あの本当はあの忘れ物をあの取りに持ってきてって、はるかさんが先ほど電話して、で光孝さんがあの持ってきたところを僕が見つけて、あ、ゲストが来た、もう即決めてしまいましたとんでもないことになっちゃいました。いや、いつかね、ね、出演していただきたいなとずっと思ってたんですけど、今日よろしいでしょうかね。大丈夫ですかね。ちょっとだけ、ちょっとだけそうは言わずによろしくお願いします。1時間でも2時間でもおんさん、エイト君もね、頑張ってワンとか言ってね。この子泣かないんだね。この子ね、この子は何犬ですか。うん、この子ミックス犬で、うん、シーズーとチワワのハーフなんです。あ、新潟県ではないのね。新潟県ではない。あ、かわいいんだよね。もうペロペロして、あのすごく静かにしてくれて、収録には最高ですでも、うん、聞いててね、モンさん生き生きしてるはい、僕ね、光孝さんに会ったのが、僕が覚えてるのは一番最初 の僕があのなんだっけ、あの出版記念で、ああ、あの時ですか、もう3年前。そうですね、あの、うん、武田遥さんの本ご本、桜の木が教えてくれたことをね、うん、上司した時。そうですね、はい、あれの出版記念に僕があのピアノで参加させていただきました、ゲストで、ね、出ていただいて、その時に僕初めて会ったんですよ。彼は僕の記憶ではそうなんだけど、その時にね、あのその時ほら背広をきちっと着てて、あのすごくあの、うん、ハンサムだったわけ。今ももうもちろんハンサム今もハンサムだけれど、あ、この人が武田さんの、はるかさんのサポートされてる、サポーターって言ったら、まあ、あの支えてくれて ね、もうライブも全部ね手伝ってくれてね、ね、その献身的に、うん、って言っていいと思うんだよね。あの、なんていうのかな、まあ、はるかさんはパフォーマーじゃない、ね、そうですね、人前でそのお声を出して、あのそういうお仕事をしている人ってやっぱ、ね、バック、まあ、とりわけ、あのパートナーのサポートはすごい欠かせないんだよね。そうですね、あのいわゆるこう物を作っていく人ってね、ウォンさんもそうです、もちろんそうですけど、うんうん、こう没頭すると寝食忘れて、こう原稿グーッと読んでたりとかしちゃってご飯炊いてなかったみたいなことってね、まあまあありますからね。そうですか、どうですか、うん、そこら辺、そのまあ彼女はその奥様として、どうなんだ、お食事とか家庭的なこととか、なんか僕ちゃんとやってりそうな気がするんだよ。すごく料理も上手ですし。おお、はいどんどん言っていいよ、どんどん持ち上げて性格もいいですし、性格もいいし、うん、掃除がダメですね。あ、うん、散らかしっぱなし、うん、でもね、結構天才って、あの散らかしっぱなしの人が、うん、今ね、おかしいの、すごくあのはるかさんさ、気にしてるのもすごい、どんなこと喋られるかと思ってヒヤヒヤしてるんですけれど、あとでさ編集できるから、これはい素に戻っちゃう、思わず本当にね、もうさ、絶対あの次美恵子さんゲストですからね知らないでもほら、すごく今あの素敵なことをおっしゃっててくれたって、あのお食事も
やっぱりそれなりにちゃんと、でもほら、お食事がお上手だからいいとか奥さんとしてどうこうって話じゃなくて、やっぱりパートナーとしてやっぱりすごくお互いに寄り添われてると思うんだけど、長いんですよね、お二人結婚されてから。そうですね、87年、1987年、30年。あら、なるほど、一線は超えてないんですけどこのギャグが分かる人は社会問題に詳しいと思う新幹線で手つなぐだけってということは、三津高さんもそれなりに社会問題にこう意識を向けてる。いや、そうでもないですちょっとマイクをもうちょっと近づけよう。はい、はい、うん、はい、すごく、なんていうかな、んかこう控えめの方ですので、声がね、こうささやくように、僕と同じですね、ささやきましょうかねそうすると30年前結婚されて、まあ、ずっと今日まで見ていて、どうですか、はるかさん、どんな女性でしょう。まあ、ライブとかね、うんうん、なんか仕事の時はものすごく光り輝いてますよね、うまいなと思いますね、上手だなって、アドリブもうまいし、そうだよね、そういう意味では尊敬しますけどね。そうですよね、けどね、オフになった家の姿はあまり皆さん見ない方がいいと思いますそれは僕だってそうだよねえ、それはさ僕一言言えないよね、言えないですよね特にライブの翌日なんて ね足腰立たないですもん ねえ、僕なんて家でふんどしですよそういう話じゃないか同じセリフ多分美恵子も言うと思う、ね、うんうん、多分多分みんなね、いいとこしか知らない、もうインさんの武田遥香のいいとこしか知らないいい人しか見せ、いいとこだけしか見せてないね、あの声がキラキラ輝いて本当即興でね、お題ちょうだいしちゃったけど、家に帰るとどうですか、そのオフバラしゃないなんか目がさ、はるかさんすごい気にしてる、もう変なこと言うんじゃないわよって目ですか、ね、大丈夫だから、まあ、全てね仕事につなげてるんだろうなって思えばね、それもよしということそうなんですよね、芸の声ですしでもさ、これだけその三津高さんがさ、その飽きもせず春子さんを大事にされてるってことはやっぱり本当に僕見ててね、このそのね、出版記念の時に見た時に僕すごく感心したわけ。あ、こんな素敵な旦那さんが本当献身的に春香さんのことを見てる、で僕はねすごい安心した。ああ、そうですか、この人なら大丈夫だなと思って。ねえ、ありがたいです ね、まあ、でもやっぱり結婚してパートナーと一緒に生きていくっていうことは、うんうん、やっぱり波風は絶対あるじゃないですか、ないわけないよね、人生の中でね、うん、だからよくたまにね、本当にいい仕事してて、うん、いいパートナーがいて、うん、いい仕事していいパートナーがいて、いいお友達いて、いい環境で、環境はよく分かんないんですけど、うん、そういうふうに全部がOK で、すごいすごくいいですよね、羨ましいみたいなことを言われることがごくたまにあるんですけど、うん、やっぱりそれはね、隣の芝生よって。そうだよね、うん、どんな家庭もそれなりにやっぱり大変なことはあるわけで、なんていうのかな、こう外側からいいように見えても、でもじゃあ中側でそんなに、それがさ、そのなんていうのか、こう世の中的にはそのオープンにはしないけど、僕たちだってちゃんと一つ一つ、うん、その普通の人間として、うん、普通の人間同士の関係の中で起こるべきことは起こって、うん、でもそれを乗り越えて、やっぱりあなたたち2人だったら30年ってあるわけじゃないですか。そうですね、うん、でもだからその乗り越えたってことをね、こうやって見せてくれてる2人っていうのがあるんだよね、うん、まあまあまだ進行形ですけどね、うん、現在進行形ですけど、まあ、もうずっと進行形だとは思う。でも30年やっぱり一緒にいるっていうことは、そのもう壮年期に入ってるわけじゃないですか、うんうん、60年近い。西田さんおいくつなんですか。50、今年7、
うん、今6です。あ、そう、うん、若く見えるね、うん、やっぱり男の人はあの、うん、歯車として世の中の社会で働いていくっていうね立場を取ると、うんうん、やっぱり中間管理職になったりとか、うんうん、ね、あの大変なことっていっぱいあるわけじゃないですか。そうだよね。ね、あのこう音楽作ったり何かを喋ったりとか自分発の、うん、あのアーティストとして生きてる人とはまた違う別の苦労っていうのがねやっぱりあるから、いやいや、うん、あの抱えきれないものをやっぱり抱えて帰ってくる時っていうのあるのでね。そうだよね。でもそういう時は癒しの遥かでしょ、うん、いや普通にどうですかそこら辺は。なんか真面目な話していいですか。ああ、いいよ。うん、いつ思ったのか分かんないですけど、自分のことを無条件で愛してくれる人ってそんなにいないと思うんですよね、うんうんうん、母親と今っていうと嫁さんと、うんうんうん、なのかなっていうのが根本にあるかな。あの何があっても、あ、無条件で愛してくれる人ってそんなにいないんだからっていうのは、うん、根底にありますね、うんうん、すごくいいお話で、そのなんていうかその無条件の愛を感じる時っていうのは多分、まあ、その30年の積み重ねがあるからだとは思うんだけれど、うんうん、やっぱりそれをやっぱり僕もそのこの間その出版記念の時にね光高さんに出会ってそれを感じた。あなたも本当に無条件にこの人を愛してるよな、なんだろうね、そういうことがこうなんて二人の間に流れるものっていうのは、うん、まあ根性だけじゃなくてという意味でのソウルメイトっていうことですかね。そうですね、うん、なんか会った時に、うん、こういう人と結婚すると自分はうまくいくんだなっていうふうに思ったんですよね。まさかこの人と結婚するとは思ってなかったですけど、うんうん、こういう人と一緒になるとうまくいくんだろうなっていうのは思いました、うん、じゃあもう会った時に直感的に、うん、あ、うん、この人だな、はるかさんだなと思った、うん、というよりかこういう人こういう性格の人、こういう気配りのできる人と結婚すると結婚生活ってうまくいくんだろうな自分の場合はっていうふうに、うん、僕はあの彼女とね、うん、こうやってトーク番組やってて、うん、その気配りっていうのはすごい僕も感じるんだよね、うん、僕のことすごく大事にしてくれてやってるから、あ、これも多分あの申し訳ないけどトーク中は私にいただいてますからその気配りを、うん、それあのそういうなんてある意味感受性を持っているってことだよね、うん、いいな。いやいや、もうね、あの、まあ、彼はこういう人とっていうふうにね思ってくれた。私は懐かしいと思ったんですよ。なるほどね、うん、なんかね、あ、懐かしい感じがするっていうのが最初でしたね。だから一目惚れとかそういうんじゃなくて、うんうん、なんかすごい懐かしい感じがするって。それはなんか、うん、何かしらこう安心、そばにいるとこう包まれていくようなものとかそういうものって、うん、そういうのではなかったかな。なんか無性に初めてじゃないっていうか、このさっきね、うん、彼もその根性だけじゃないって言ったけど、そうそう、うん、なんかねすごく懐かしい感じがして、うん、魂が近い感じがして、まだ全然その精神世界に目覚めてない頃の出会いなんですけどね、うん、なるほど。でその後まあスピリチュアルなこう方たちとの出会いが重なってきて、あ、もう過去世何度も夫婦だったねってふうに言われて、そんな何度も夫婦で解消できないものがあるんですかみたいな , 笑っちゃったんですけど、まあなんかでも一緒にいることでいい影響をね周りにこう与えることができるっていうことはちょっと言われたことが。そうだよね、2人で一緒にいるとなんか見る側も安心してくるんだよね、うん、そうですかね、ウォンさんとミエコさんみたいにね。まあね、うん、まあ、ね何そのまあねは、矛先をこっちに向けたな、うん、去年はるかさんほらあの、まあ、大手術をしたじゃない、あの、まあ
なんだっけ、足のね、股関節のね、前置関手術って言って、うん、あの股関節の軟骨が全部なくなって、もう骨と骨がぶつかって、もう痛くて歩けないっていう、両足そうだったんですけど、で特に痛みが強い右足を、肉を切って、どんだけ肉あったんですかみたいなね、肉切って、大腿骨を、骨を取っ切って、あの抜き取った、うん、であの股関節を抜き取って代わりのチタンでできてるのを埋め込ん、人工股関節を埋め込んで、まあ、20日近く入院して。どうでしたその時、なんか僕なんかこう献身的になんか彼サポートしてたっていうのを聞いてるけど、いやこんなにね、うん、こんなにね、あのよくしてもらえるなんて思ってもいなかったんで、ちょっとびっくりしちゃって、 ありがたかったですよ。なるほどね、うん、ただ病院に毎日来るだけじゃなくて、父 の、うん、あの3食のご飯用意してくれて、ワンコの世話もしてくれて、だから休みを結構がっつり取って、なるほど、ね、病院に毎日来てくれて、はい洗濯物とか、はいお水とかジュースとかいろいろ面倒を見てくれて。なるほど、うん、でも感謝ですね。感謝ですね本当にね。なんかあのいやいやとかしょうがなくとかっていうんじゃなくて、本当にやあの心からやってくれてるのが分かって、すごくありがたかったですし、術後目が覚めて死ぬほど痛くて、あそうだよね、うん、麻酔が切れて、でなんかそれは普通痛くない人が多いらしいんですけど、うんうん、私は本当に痛くて死んじゃいそうなぐらいの痛みで、でも目開けた時に主人がやっぱりいてくれたのはすごくね、やっぱり安心しましたね。なるほど、うん、なるほどなるほどちゃんとウィットがあの三津高さんにはあるので、もうホッとする。もうね冗談ばっかり言ってるんですよ。あ、ね、そうなの。ネタ帳つけてたりとかね。あ、そうなの。そう、即神なり超太古。ずっと昔あなたが風だった頃、私も花だった。ずっと昔あなたもあなたも神だった頃、私も光だった。花と風とがまた巡り合うように、あなたも私も今ここで巡り合った。そして懐かしさと愛おしさに肩を抱き、瞳を見つめ合う。夜明けが時を刻んでいる中で、みんな光の輪をつなごう。それが我即神なり。はい、素敵なお話が旦那様から聞けてます。なんかドキドキしちゃいましたどうしてこんなことにごめんね、あちょっとごめんねって言いたくないんだよね自然な流れですから、まあね、これが忘れ物取ってきてもらって ね、ありがたいです。ありがたいです、はい、さて次回のオンエアは9月1日金曜日午後7時からの予定です。この番組への皆様からのご意見ご感想もお待ちしております。宛先はポッドキャストの添付テキストの記載にある宛先にお寄せください。 YouTube でお聞きの方は動画の下にあるアドレスにお寄せください。来週はますます佳境ですよもうね本当に
恥ずかしい。いや素敵です。ありがとうございます。ということでお相手はモミンさんと武田遥でした。また来週。モンと遥のムーントークカフェ、この番組はサンドウェアブルームーンの提供でお送りしました。緩やかな月のリズム、急がないで、慌てないで、焦らないで、月明かりの中で事の葉を紡む。ここは音楽のスピリットとピースマインドを伝える光のカフェ、ウォンとハリカのムーントークカフェ。こんばんは、ウォミンさんです。こんばんは、武田ハリカです。9月1日金曜日午後7時になりました。はい、先週に続き光高さんに素敵なお話を聞きたいと思います。ありがとうございます。続きです。よかった。でね、私のライブの休憩中は彼がシンガーソングライターとして、それは初めて、これ僕ね、写真をね、ギター弾いてるの見て初めて見たんだけどさ、なんだ、シンガーソングライターだったんじゃないかと思って。うん、曲は作らないですけど。どんな曲歌ってるんですか？夏山千春です。あ、今日はギター持ってきてほしかったな。そうですか。あれさ、またちょっとですね、話違うけれど、
なんかね、あのサプリメントをなんかあのはるかさんに送られて、はいはいはい、これのフェンハっていうサプリメント、誕生日だっけか、誕生日かクリスマスだか何かで、あの酵素のねサプリを痩せるっていうのをくれて、すごい効果あったよね。飲んでる時はね何何効果あった、うん、効果があって、もあ効果やっご覧の通り、あそうだよね、だいぶ痩せたよね、あこらこら言っちゃった2人して言っちゃった、2人してちょっと一時ね、あのなんて言うんでしょうか、巨万の富っていうんでしょうかねそんなにはなかったけど、そんなに言うとかなかったけど褒めてないしあれそんなに効果あった？いや分かんない、でも結局そういうね、あの普通女性はなんかこう、うん、誕生日だとかクリスマスだと か、うん、なんかそういった時はキラキラしたものを、ね、キラキラ、キラキラしたものとか、こうなんかこう肩にかけるものとか手に持つものとか、うんうん、ね、もう求めるじゃないですか欲しいじゃないですか、 やっぱ健康をすごく気にされたってことだよね。だってさ、白髪染めくれた時あったんですよ。いやいやいや、それもねやっぱり美しくあってほしいというさ、なんていうかさ、あのシワ伸ばしクリームとセットでもらったこの気持ち頑張れよお前リボン開けたら白髪染め、クイック白髪染めとね、目の下のシワ伸ばすクリーム、それ美子さんに差し上げたら美子さんなんておっしゃるの。いや僕そんなことできないっていうか、そういうまあなんていうか、僕あまり感性がないっていうか、それはね素晴らしいと思うね。それ褒めちゃダメですどっちの方みたいな。まあ、そういうのをねくれる、この、まあ、半分本気の多分半分ジョークでくれてるとは思うんですけどね。ネタ、ネタ帳を作るぐらいだから、すごいジョーク好きな人ですね。昔ね、昔ね、え本当今もじゃないの、昔ってとね普通さ年を取るとだんだんあのダジャレというか親父ギャグになってくるけど、ゴンさんには負けます俺も相当ひどいけれど相当ひどいよね俺。まあでもなんかなんとなく楽しいこと考えてくれてることも多いのでね、うん、うん、いいかなと思うし、このあのなんていうか収録をする場所が、はるかさんの住んでるお二人が住んでるとこからどのぐらいの距離なの？5分ぐらいですかね、歩いて5分ぐらい、うんですので今までも何度かね、あのこう忘れ物があるとかはるかさんがまだあのなんて杖をあのついてた頃には迎えに来てくださったり、本当献身的に ね、うん、ね、ありがたいですよね、うん、微妙な空気が流れています。微妙な空気が流れていますがでも本当にあの無条件の愛っていうんですかね、やっぱりいろんなことあるじゃないですか、あの仕事のことだとか経済的なことだとか、うん、いろんなことがあってあの、夫婦喧嘩とまではいかなくても全くもうって思うことっていやありますよ、ね、しょっちゅう向こうもこっちに対して全くとかと思うことってあるんだけれども、でもじゃあその一線を越えない、じゃあ分かりましょうかっていうその一線を越えないところっていうのは、多分それはあの彼の中にすごくやっぱり 大事な、うん、光というか大切に思っている、うん、ものというか魂というか、うんうん、魂のピュア度っていうんですかね、純度、ね、純度っていうんですかね、うん、そういうところをやっぱり私なりに感じているので、うん、あのすごいなって思うんですよね、うん、本当にあこの人すごいなって、で好きなことが本当はね本当に一番好きなことができたらいいなと思うけれども、それでまちまちやる、まちまちやる本当に好きなことって何？やぶちやる、歌、
ライブやりたいですね。ライブやりたい、うん、いいな。だから、うん、じゃあもうはるかさんともジョイントコンサートですね、うん、ちょっとそれまた、ね、夫婦でやったら気持ち悪いよね。そう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 夫婦漫才になっちゃうしね、うん、ジャンル違うし。いや全然構わないと思うからね、うんうん、まあ本当はこうライブハウスのオーナーとかね、そういうことは本当はやりたいみたいなんですけれども、うん、なかなかね、やっぱりね音楽にかつてその自分があのギター持ってフォーク歌ったりとかって体験のある人、どんな人も音楽もそうだけれど他の音楽もそうだし、かつてやあの音楽でそういうことをやった人ってはやっぱりねその体験忘れがたいんだよね。で永遠にその若い時のその音楽に対する思いみたいのをずっと持ってる人も多い、本当に多い。ワンちゃんうちのうんうんって言ってごめんなさい、ワンって言って、でも本当にねその熱い思いがある人がその例えばライブハウスをやっていたり、あの、まあ、僕たちを支えてんだよね実を言うと。音楽に対する思いがあるから音楽を一生懸命やってる人たちをもう支えようとしてる。なので僕なんかまさしくそあの例えばライブハウスなんかやっぱそういう思いでライブハウスをやってらっしゃる方が多いんだよね。どんどん増えてる、うん、そうでしょうね、うん、今まで一生懸命働いて、うん、でももう60過ぎて定年が来て、60過ぎて定年、うん、もう残りの人生はやっぱ音楽を楽しみたい、うん、だからライブハウスで自分も演奏しながら、うんまあ、僕みたいなミュージシャンにもあそこに、まあ、家のように出てよって言ってくださるわけよ。ありがたいですよね。本当ありがたいよね。そうやってみ、うん、あの演奏活動ができてるんでね、うんあのうん、またちょうどいいスペースを作ってくださるんですよね。そうですね、 箱的に、ね、箱ですからね箱、うん、あのねライブハウス箱って言い方しますけどね。そうですね、うん、あったかいですよね皆さんね。どうですかこれからもうなんていうの、あのはるかさんもだんだんこう円熟期に入ってきて、これからなんかね、あの光孝さんからこう望むことというかこうあってほしいな、なんかありますかね。どんどんやってほしいですね、気にしないでね。どうぞさ、あの、うん、どんどん年に何回にしようとかじゃなくて、やりたくなったらどんどんやりたいことで、うん、いろんなあの形を変えて、うん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 、チャレンジじゃないですけど、うんうんうん、どんどんやってってほしいですね、うん。いいな、なんかジーンときちゃったな、ね、こういうこと聞くとは思わなかったんでちょっとね、うん、びっくりしたんですけどね、うん、あのライブとか私が何か主催するイベントとか、うん、必ずサポーターで入ってくれて、うん、あの裏方の仕切りをやってくれるんですよ。そう、自分が司会とか出演者で出ちゃうと裏のことってもう全然できないから、ね、うん、それを全部やってくれて指示出ししてくれたり、うん、お客様への目配り気配りをパシッとやってくれるので、それは本当にね多分右に出る人いないなって。 彼自身が歌うじゃない、で多分ステージに立ったことある人なんだと思うんだ、うん、なのでそういうことが分かるんだよね。経験がないと分かんないから。そうですよね、出演者の気持ちってね、うん、そうそうそう、デリケートですからね。そうだね、うん、であのやりたくてもできないじゃないですか、板の上出ちゃうとね。そうだね、うん、そこをちゃんと動いてくれるっていうのはすごくやっぱりありがたい、ね、じゃあはるかさんから彼にメッセージを。なんでこんなことにできたのやら。まあでもとにかくあの健康でね、はい、うん、体大事にしてくれて、あの中間管理職大変だよね、うん、あの中間管理職になっちゃうことがすごく多くて、うん、で時々夜中寝言でねうなされてる時あるんですよ、うん、だからあきつい思いしてきたんだなと思って、まあ寝てる背中をさすったりぐらいしかできないんですけど、だからいいよっていろんなことを心配しないでいいから、うん、本当にもう嫌だったらやめてきていいよとかね、うん、あの自分が残りの人生の中で何をしたいのか、うん、やりたいことがねあのあるんだったらやっぱりやってほしいなっ
と思うし、とにかく体大事にして、あの気持ちをこうワクワクしながらね、生きてくれたらいいなと。で、一緒に楽しいことがね、うん、例えばボンさんのコンサートに一緒によく二人で行くんですけど、うん、そういうね、あのちょっとデートっぽいですけども、うん、そうやって二人で出かけたりとかね、うん、あの幸せだなって思う時は犬と一緒にお散歩してベンチ座ってね、わ、なんか今シーンが見えてきたな。なんか公園のベンチで3人がさ、3人じゃない、 2プラス8、1で僕呼んだってそう、僕忘れちゃダメよ、そう、 A ちゃんとみっちゃんとはるちゃん でベンチで、まあのんびりね、光を浴びて、うん、ぼんやりしてる時がなんか一番幸せだなとは思いますね。なるほど、喜びはね、仕事してる時ですけども、うん、じゃあ、エイト君、最後の言葉、メッセージ、お二人に。エイちゃん、ワン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 。ワンさんじゃない、ウォンさん。ワンさんじゃない。はい、はい。ではではですね、今日はですね、武田光孝さん、ゲストで出演していただきました。ギャランティーありません。嘘。ないよ。どうも大変失礼いたしました。ありがとうございました。いや、ありがとうございました。なんか言い残すことないですか？大丈夫です。ありがとうございます。はるかさん、どうですか？いや、なんかね、聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。いや、すごくね、みんなも聞きたかったと思うし、みんなも夫婦、みんなもその、なんていうの、こうその2人でパートナーがいたりもしくはいなかったりするわけじゃない、うん、ね、でもやっぱりあのパートナーが欲しい人もいれば、あのね、あのパートナー同士で難しい状態にいる人もいるから、うん、そういう意味で、その、なんていうの、お二人のね、その今のお言葉はね、きっといろんな意味でこう刺激されたんじゃないかな。いやいや、もうね、あの、うん、私のやっぱりいいとこばかりじゃなくて、悪いところも全部ね、認めて受け入れてくれてるからありがたいです、うんうん、そういうこともあるんだよということを、うん、その前提に今日のね、二人のすごいこう無条件の愛、そういうものを感じ取ってくれれば嬉しいなっていう感じですね。ありがとうございます。はい。イマジン、新井満役。想像してごらん。天国のない世界を。やってごらん。簡単なことさ。僕らの足元に地獄はなく、上にあるのは青空だけ。想像してごらん、今日という日のために生きているみんなを。想像してごらん、国境のない世界を。難しいことじゃないさ。殺す理由も死ぬ理由もない。宗教も存在しない。想像してごらん、平和の中で生きているみんなを。君は言うかもしれない、僕をドリーマーだと。でもそれは僕だけじゃない。いつか君も仲間になってくれるといいな。そして世界は一つになって生きていくんだ。想像してごらん、何も所有していない世界を。やってごらん、君にもできるかもしれない。欲望も飢えも必要なく、人はみんな兄弟なんだ。想像してごらん、世界を分かち合っているみんなを。君は言うかもしれない、僕をドリーマーだと。でもそれは僕だけじゃない。いつか君も仲間になってくれるといいな。そして世界は一つになって生きていくんだ。
今日のオープニング曲は CD 光の花から光降る道でした。ということで、はい、この番組への皆様からのご意見ご感想もお待ちしております。宛先はポッドキャストの添付テキストの記載にある宛先にお寄せください。 YouTube でお聞きの方は動画の下にあるアドレスにお寄せください。今日のゲストは武田光孝さんをお迎えしましたありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございましたお相手はウォンウィンさんと武田遥でした。はい、また来週。また来週。